前田先生です。ちょっとね、時間なんだけど、また起きて、プログラム修正しました。これはね、ここのとこに括弧を追加したのは、実際の勝率ですね。それと、評価勝率ですね。というので、これ以上の設定値で分析するということにしまして、表示が変わりました。追加されました。で、7ではね、文字短縮しました。7日間。で、12シフトですね。シグナル出てから12ライン後に、ね、このようにね、判定させるということにしました。で、今考えたらね、私ね、あんまり先生ね、一度ね、死んじゃったんですよ。で、18年ぐらい前かな、ソーテックとか資本金138億円とか、そういうの作った最高創始者なんだけど、私はね、弟になるんですよね。だけど同じ体でね、体全部死んじゃって、脳も死んじゃったんですね。それから同じ体から私が、弟が生まれました。ということでね、ちょっと思い出したんですけど、18年ぐらい前かな、20年か18年ぐらい前に死にました、私ね。完全に死んじゃった。脳も体もほとんどもやられてね。で、同じ体からまた、生まれ変わってきました。弟が生まれたんですね、私がね。そういうことでちょっと思い出してました。1ヶ月間ぐらい危篤で一人で寝てたりしてたんだけど、助かんなかったですね。2ヶ月間ぐらいね。すごいでしょ。危篤で。看護なしね。その時に死んじゃったらしいですね。で、弟が私が生まれてきたって。まあ、そんなことちょっと思い出してました。東京生まれですけど、第2は茨城県になっちゃったですね。こっちですね。自分のこの部屋で生まれました。弟はね、同じ体ですけどね。年齢は60なんですけどね。実質は18くらい、精神年齢も18になっちゃってですね。なんせ体が、同じ体から生まれてきたもんだから。年寄りは年寄りで、ぎっくり腰ですからね。大変です。精神年齢は若い18ぐらいです。生まれた。ということで、ちょっと思い出してました。で、ちょっと変えまして、このシグナルにしました。で、これ 90% いいですね。すごいですね。そうですね。で、それで、どうかな。残り金曜日だから、この時間帯はね、15時48分ですよね。このプロバイダーのね、これに合わせてます。ね。で、そういうことですね。こう調整しまして、なんか問題あるかな。問題ないよね。こういうシグナルですよね。至って正確なシグナル。今日の1日のシグナルは2個出ましたね、これはね。で、全部変わってますね。ただ変わっちゃってますけど、バランスがね。これはどうでしょうか。これは今日は出てないんですね、シグナルはね。これはどうでしたか。これも今日出てないんですね。新しいシグナルですね。ということでした。ちょっとね、自分は健康なんだけど、
1秒間気絶するんで、倒れた時に頭をぶつけたら死んじゃうんでね。こういうのかぶってます。暖房、あのね、石油ストーブはね、ガンになりやすいんですよね。燃えかすでね、ガンになりやすいんですよね。温風ですけどね、あと電気が一番いいんだけど、電気代大変、電気代というか、あの無駄が多いですからね。エアコンの方がいいですね、エアコンの暖房。山小屋だからここはね。で、これで今渋谷の街ですね。自家用ジェット機は買えそうですね、今のところはね。こんなのあったら30台ぐらい買えますよ。まだね、先日の投資だからね。で、今日は今週は6勝2敗。6勝2敗の成績です。で、左側のパソコンで動かしてましてね、ここじゃないんだけど、コピーしたやつがこれです。またそんな感じですね。考えたらね、また横になっててね、揉み当たってまた起きてプログラム修正したんですね。いつもそうです。それじゃあどうも。